耐荷重が3キロぐらいですので、ドワーフ3でも大丈夫だし、シースターでもギリギリ大丈夫かもしれませんね。こんにちは、スミヤです。今日はスマート望遠鏡を載せる三脚と雲台についてです。今ね、シースターとドワーフ3を三脚の上に載せているんですが、なかなかね、水平を撮るのが大変です。そこでね、活躍してくれるのが水準器のついた雲台ですね。こちらにある SH807N と雲台のところに水準器が2箇所ついてます。上下左右がね、調整できるようになって、ハンドルもね、2つついてます。水平を固定するためのノブもついています。まあこれでね、だいたい細かな調整はできる。そこにシースターを乗せています。ただしね、シースターはクイックリリースではなくて、下のネジで止めてるだけなんですね。はい。まあ、かなり大きなプレートがあるので、そこの真ん中にシースターを乗せて、下のネジを締めて、でかなり大きめのね、ネジを最後に固定すれば終わりと。まあ、これでね、5秒ぐらいで設置できるんですが、ここにあるね、ポラリエ専用の三脚、その上についていた雲台でやるとですね、ネジがかなりですね、小さいので、ドワーフ3をね、ねじ込むのにかなり手間がかかります。位置がわからないっていうのもね、あってなかなか難しいですね。ネジがね、シースターの方はネジがかなり大きなネジなので、で、こちらのドワーフ3の方は4分の1インチネジなのかな。普通の一眼レフカメラなどと同じようなね、ネジのサイズになっているので、なかなかね、穴の位置が確認しづらいですね。はい。で、そこで登場するのがクイックリリースプレートです。はい。で、ここにもね、水準器が2箇所ついてるので、上下左右の水平を出すことができると。で、このクイックリリースは上に乗せて傾けるだけでね、固定ができます。そして位置もですね、90度ずつ変えられるので、自分が撮影したい天体の方を90度ずつ角度を変えながら調整ができます。はい、反対もできますね。はい、こんな感じでね、簡単に方向が変えられるっていうのがいいですね。はい。それで下にクイックプレートをつけるとですね、1センチちょっとぐらいのね、厚みが出るので、このドワーフ3のね、ケースに入るかどうかちょっとね、心配だったんですが、1センチちょっとなので、このケースに入れて、ちゃんとね、チャックが閉まります。はい。全部閉まりますね。ですから、ドワーフ3で天体観測をするときに、このクイックリリース付きの雲台があるとね、非常に便利です。ちょっと外しましょうか。以前はね、ここのネジのところをぐるぐる回してね、ドワーフ3を固定していたんですが、ベルボンのクイックプレートですね。QHD43D って書いてます。D ってのはデラックスって意味かな。でもこれはね、販売されてないようです。販売終了になっているモデルなんですけれども、もともとはね、9000いくらぐらいするってネット上では書いてありましたね。で、このね、QHD43D の N っていうバージョンがね、出ていて、ニューバージョンで出ているんですが、それはね、なんと1万8000円ぐらいすると。めちゃくちゃ高いんですね。倍ぐらいしますね。これが9000円ぐらいだったので、これの新バージョンが1万8000円するってびっくり仰天です。で、どちらもね、耐荷重が3キロぐらいですので、ドワーフ3でも大丈夫だし、シースターでもギリギリ大丈夫かもしれませんね。はい。で、ここに自由雲台ですから、
これを緩めてね、ぐるぐると回せば水平を取ることができるということですね。で、自由運台ここにもついてるので、これいらないので、これ外そうと思ったんですが、ちょっとね、外れなかったので、めんどくさいんで、ここの上につけてます。はい。このネジを回すのがね、意外と、ネジの位置がわからないとね、ドワーフ3って、シースターのように正方形じゃないので、細長いので、位置がね、わかりにくいですね。だから、クイックリリースの、運台があると非常に使いやすいんじゃないかなというふうに思います。あ、水準器見せようか。で、ここにはね、水準器ついてないので、ここに水準器が2箇所ついてますね。はい。こことここに水準器が2箇所ついてます。はい。まあ、これで左右上下の位置を変えられるということですね。はい。ベルボン QHD43D という自由運台です。水平に水準器を調整して、まあドワーフ3はそんなに正確に水準器合わせなくても大丈夫だと思うんですが、はい。で、赤道儀モードでも使えるということですが、赤道儀モードで使うとすれば、またちょっとね、違うアイテムが必要になるかもしれませんが、とりあえずね、経緯台形式でドワーフ3を使うには、このシステムが一番簡単かなというふうに思いますね。はい。こうですね。こんな感じでね、レバーのある方が、後で、入れればいいですね。そしてレバーのある方を押し込めば固定されて、ちょっと見せようか。ここにですね、ポッチがあって、これをドワーフ3などカメラでも何でもいいんですが、運台の上の部分を乗せるとこういうふうに、これがね、こっちに倒れて固定されると。で、外すときはね、これをずっと、こうすればカチッといってね、これが上がってくれましたね。そして乗せるときは、こっちをまず引っ掛けて、その後こっちを乗せると、ちゃんとね、引っ掛かりができて固定されるという感じですね。はい。こんな感じで使えます。なかなかいいですね。白馬かな、これは。白馬製のベルボンの自由運台。水準器付きのクイックシューですね。はい。これなかなかいいかもしれませんね。はい。こういう風に乗せて、これで固定されるということですね。はい。シースターもドワーフ3も今夜からまた活躍してくれると思います。夜になってからね、晴れるようです。そして明日の朝は台風一過の快晴になる予報ですので、東の空に昇ってくるツーチンシャンアトラス彗星を撮影したいと思います。4時からね、5時ぐらいまでライブ配信しますので、ぜひお越しください。お待ちしております。チャンネル登録していただいて、ベルマークを押すとね、ライブ配信の通知が皆さんにも届きますので、ぜひ、ツーチンシャンアトラス彗星ライブに間に合うようにね、ベルマークをオンにしておいていただけると、始まった時に皆さんにお知らせが行きますので、それで目覚まし代わりにして、4時から5時ぐらいの間に、ツーチンシャンアトラス彗星のライブを行いますので、ぜひお越しください。お待ちしております。本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。さよなら。えい、えい。